S2 はアメリカ合衆国のアポロ計画で使用されたサターン V 型ロケットの第2弾ロケットである。ノースアメリカン社製作。燃料に液体水素、酸化剤に液体酸素を使用する J-2 ロケットエンジンを5機搭載し、520トンの水力でサターン V を大気圏上層部にまで到達させた。 カリフォルニア州シールビーチの S2 組み立て工場 S2 の開発は1959年に国防高等研究計画局から出された液体水素を燃料とする高出力のロケットエンジンを開発せよとの要請に基づき開始されたエンジン開発の契約はロケット代員者が獲得し後にそれは J-2 ロケットエンジンとなって実現することになる同時に S2 本体の開発も進められたが、初期の設計では、S2 は全長22.5メートル、直径6.5メートルで4機の J-2 を搭載することになっていた。1961年、マーシャル宇宙飛行センターは、S2 本体を製作する企業の選定を始めた。30以上もの航空機製作会社の代表者を一堂に集め、 要求される性能の概略を示したところ、1ヶ月後に名乗りを上げた企業は7社に過ぎなかった。そのうちの3社は、後に、書類選考では練られた。その後、ロケットの初期設定の値が小さすぎるとして、全体のサイズを大きくすることが決められたが、この決定は残った4社に対し、より多くの困難を与えることになった。 しかもその時点で NASA は機体の大きさをどのように設定し上段にどのロケットを搭載するかということを未だ決めかねていた。最終的に契約は1961年9月11日にノースアメリカンが獲得し製作工場は政府によってカリフォルニア州シールビーチに建設された。 S2 図解燃料と酸化剤を満載すると S2 の重量は50万 kg に達するが、このうち本体の重量は3%に過ぎず、残りの97%を液体酸素と液体水素が占めている。底部には J-2 エンジンが5機搭載されている。中央の1機は固定され、周囲の4機にはジンバル機構が備えられていて、ロケットの飛行を制御する。 燃料と酸化剤のタンクは SIC のように2つに分けられてはおらず、両者は1枚の隔壁で仕切られているだけである。この隔壁はフェノーレジュのハニカム構造をアルミニウムのシートでサンドイッチのように挟む形で作られており、2つのタンクの摂取70度もの温度差を絶縁し、重量を3.6トン削減することに成功している。液体酸素タンクは、 直径10メートル、長さ6.7メートルの長円型で、長部と底部は、蒸気のシートを三角形に切ったものを12枚溶接して作られており、2本のリングで補強されている。このシートは、21万千リットルの水を入れたタンクの、底に設置し、水中で火薬を爆発させることによって球状に、形作られた。 液体水素タンクは6個の円筒を積み重ねて作られており、そのうちの5個は高さ2.4メートルで、残る1個は高さ0.69メートルである。最大の課題は保温で、液体水素は絶対温度摂取20度以下に保たれておかなければならず、外気温からいかにしてうまく遮断するかということが重要な問題となってくる。はじめのうちは、 溶接部分に亀裂が発生するなどの不具合が発生したが余剰分の水素を噴霧して温度を下げることによって解決した。S2 は溶接部分や外角をはめ合わせることが的確に行われるように垂直の状態で組み立てられる。ありがとうございます。